冥界軍の攻勢に追い詰められた御坊星軍は風の里から出て冥界軍の拠点を一気に突く陽動作戦を取る。一方魔界に戻ってきた真田昌幸はこの御坊星軍の策を見破る。真田の陣である六門陣を奇襲する里見八犬士と安成、優勢に立つものの正幸に囚われた茨城道寺を盾に取られ一点窮地に。そこに現れたのは天才軍師楠木正成であった。正成は葵と茨城道寺の交換を正幸に申し出る。その頃鶴姫と三三郎たちは冥界軍の陣である死の谷の西側を攻める。そこでルイス・フロイスと島左近と交戦。しかし軍戦むなしく撤退を余儀なくされるのであった。生命と右近は主力が篠谷西側に配置されると裏をかき篠谷本陣を攻め込むのであったが、そこに現れたのは平の正門であった。霊勢高豊、末高房、俵の藤太も参戦するが正門の武力に圧倒される。滝夜叉は己に霊力の低下にある策を。